年間貿易収支赤字7262万ドル。電気自動車、水素自動車、携帯電話などに使われる二次電池、正極活性物質の水酸化ニッケルの話だ。世界的な電気自動車市場成長により、需要が急増しているが、韓国国内での生産はほとんどない。大統領が水素経済を語り、現代自動車が電気自動車と水素自動車界の初に死活をかけているが、日本が水酸化ニッケルに対する輸出規制に出るなら、致命傷を受けるほかない。韓国科学技術情報研究院 KISTI が22日に、ソウルのコイックスで開かれた2019未来有望技術セミナーで、日本の戦略物資輸出制限措置とホワイト国からの韓国排除に対応するため、韓国の中小中堅企業が今後集中すべき素材、部品、装備分野の危機対応戦略品目10選を発表した。危機対応戦略品目10選を発表した。KISTI データ分析本部のキム・ウンソン本部長は、日本は韓国の輸入依存度が高く、技術格差が大きい品目のうち代替しにくい。品目の中から韓国経済に波及効果が大きいものを、輸出規制品目とするだろう。160品目の候補群のうち対日輸入の割合が 50% 以上で、輸入額と対日貿易赤字がそれぞれ5000万ドル以上、日本の世界市場シェアが 10% 以上の品目を選んだと話した。日本の立場は頑強だ。くしくもこの日午後、青瓦台、春和で大統領府が韓日軍事情報包括保護協定、グソマイア終了を猶予し、日本政府に対する世界貿易機関、WTO への提訴も中断することにした。だがこれに対して、日本の安倍晋三首相は、日本は何も譲歩していない。米国が非常に強く、韓国が折れたと反応したと日本の新聞は伝えた。青瓦台、春和で、大統領府が、韓日軍事情報包括保護協定、グソマイア終了を猶予し、日本政府に対する世界貿易機関、WTO への提訴も中断することにした。だがこれに対して、日本の安倍晋三首相は、日本は何も譲歩していない。米国が非常に強く、韓国が折れたと反応したと日本の新聞は伝えた。KISTI の危機対応戦略品目10選には、日本が、これまで輸出を規制してきた高純度フッ化水素と半導体用フォトレジストの他にも、韓国の産業界に致命的な品目が含まれた。半導体の必須材料であるシリコンウェーファーは、対日輸入依存度が 52.8% だが、10大品目のうち対日貿易赤字が7億5765万ドルで最も多かった。代替品がないわけではないが、日本製シリコンウェハーの純度が高く、技術競争力が優れている。幸い供給元が多様で収集に大きな問題はないが、日本がシリコンウェハーを輸出規制品目に追加する場合、他の供給元の製品に適応するのに2から6ヶ月がかかる困難がある。水素燃料保存用タンス製には、韓国の未来産業のアキレス腱だ。対日輸入依存度は 40% にわずかに満たない程度だが、日本はこの分野で世界最高の技術力を誇る。貿易委員会によると、日本の炭素繊維技術競争力が99なら、韓国は73水準だ。キム・ウンソン本部長は、当面は水素自動車や水素ステーション関連の販売量が多くなく大きな影響はないとしながらも、日本との技術格差があまりにも大きく、日本製品を代替しにくい状況と話した。KISTI のチェ・ヒウン委員長は、過去にも部品、素材国産化政策があったが、この10年間に関連実績は皆無で、関連市場は崩壊したようなもの。日本の輸出規制で部品素材国産化の大調整が始まったものと話した。彼は短期的には、不確実性が存在するが、中長期的に見れば国産化代替、または供給先多角化の機会にできると付け加えた。チェ・ヒウン委員長は、過去にも部品、素材国産化政策があったが、
この10年間に関連実績は皆無で、関連市場は崩壊したようなもの。日本の輸出規制で部品素材国産化の大調整が始まったものと話した。彼は短期的には不確実性が存在するが、中長期的に見れば国産化代替、または供給先多角化の機会にできると付け加えた。日本の韓国に対する輸出規制が4ヶ月以上にわたり続いているが、韓国の半導体、ディスプレイ業界の生産への支障はないことが確認された。これに対し韓国政府は国産化の成果を強調したが、業界は自画自賛している時ではないとして緊張を緩めていない。24日の関連業界によると、サムスン電子、SK ハイニックス、サムスンディスプレイ、LG ディスプレイの4社はこのほど産業通商資源部に日本の輸出規制による生産への支障は発生しておらず、下半期業績も被害を受けていないという内容を伝えた。当初これら企業は日本が半導体、ディスプレイ革新素材であるフッ化ポリイミド、フォトレジスト、フッ化水素など3品目を規制品目に挙げて緊張に包まれた。韓国政府は日本の規制が素材、部品、装備自立の呼び水の役割をしたと評価した。サムスン電子、SK ハイニックス、サムスンディスプレイ、LG ディスプレイの4社はこのほど産業通商資源部に日本の輸出規制による生産への支障は発生しておらず、下半期業績も被害を受けていないという内容を伝えた。当初これら企業は日本が半導体、ディスプレイ革新素材であるフッ化ポリイミド、フォトレジスト、フッ化水素など3品目を規制品目に挙げて緊張に包まれた。韓国政府は日本の規制が素材、部品、装備自立の呼び水の役割をしたと評価した。しかし、業界の雰囲気は全く違う。A 社関係者は、航海に出た船がお客を無事に乗せて港に帰ってきたと言っても、順風の中を来たのと台風を乗り越えてきたのが同じ、はずがないと話す。B 社関係者もやはり、今回の局面で在庫を無理に節約して使わなければならなかったし、物品も迂回的に調達しなければならなかった。その間に費用増加がなかっただろうかと話した。不確実性も相変わらずだ。日本は依然として3品目を規制し、個別品目を案件別に許可している。C 社関係者は、企業はロシアンルーレットをする心情だ。いつ一発を浴びるかハラハラすると話した。実際に業界では、急所のすぐそばを指す日本の緻密さに舌を巻いている。半導体工程に必要な環光液、フォトレジストの場合、規制基準を細分化して、韓国半導体の主力である DRAM メモリーと難度型フラッシュ製造に必要な素材は打撃を避けるようにした。フッ化ポリイミドも、やはりサムスン電子のギャラクシーホールドのように折りたたみディスプレイを作る際に必要な素材とは、規制対象の細部特性を異ならせた。韓国の主力製品に必要な素材、部品を尻抜いているということはいつでも急所させるという話にもなる。一例として小型有機 L 工程に必須のシャドウマスクは日本の2社が市場に奮しており、輸出規制が下される場合には韓国の有機 L は致命傷を受けかねない。性能と品質が高まるほど素材、部品、装備に日本製品が使われないところはないというのが現場の共通した説明だ。D 社関係者は、現実的に 100% の国産化は不可能で、競争は激しいが、自画自賛している時ではない。1日も早く韓日政府が妥協を通じ輸出規制を解くことが解決策と強調した。日本の輸出規制の核心材料企業、ほとんどの生産工場は韓国に、日本政府が韓国輸出規制対象に挙げた3品目の革新材料を生産する企業のほとんどは、合作あるいは子会社の形態で、韓国に生産工場を置いていることが確認された。だが、韓国工場を使った迂回供給は難しいものとみられる。これら工場が原料を日本から持ってくるか、主要品目は
日本国内の工場で生産するやり方で製品を生産しているためだ。日本は革新技術流出を徹底的に遮断していることが知られている。18日連合ニュースによると、日本のステラケミファや森田化学など高純度復活水素 HF メーカーと JSR 東京大岡工業、トックや新越化学などフォトレジスト PR メーカー、住友化学などフッカポリイミド、フッピーメーカーはすべて韓国に材料生産ラインを運営している。1916年に大阪で創立されたステラは、1994年韓国のソルブレインなどとともに中西南道広州チュンチョンナムドコンジュに生産法人ヘフィシティフェクトを設立して、半導体製造用の高純度フッ化物 HF、NH4 回などを生産している。ホームページによれば、業界で最も優れた生成技術を独自に開発構築して、 12N99.999999% の高純度生成に成功したとしながら、全世界の半導体企業から高い評価を受けていると明らかにした。日本で初めてフッ化水素の商業生産に成功した森田も ENF、インフや韓国アルコール産業、サムスン物産などとともに、2010年中西南道火山アッサンにペムテクノロジーという材料生産法人を作った。トックは1968年から半導体用フォートレジスト事業を始め、2012年インチョンに TOK 先端材料を設立して、半導体や LCD などに使われるフォトレジストを生産している。新越化学は1926年、新越窒素肥料から出発し、1998年フォトレジスト事業化を始めた。韓国にはシリコン製品の製造、販売を担当する韓国新越シリコンを置いている。日本の主要材料企業が韓国に材料生産法人を設立したのは、サムスン電子や SK ハイニックス、LG ディスプレイなど、グローバル半導体、ディスプレイ生産業者が主要な顧客で、売上企業でも相当高いと伝えられた。業界関係者は、日本の材料、部品メーカーは、概して100年の歴史を持ち、長い間政府の政策的な後押しを受けて、研究開発、R&D に邁進した結果、グローバル業界を握っているとしながら、サムスン電子と SK ハイニックスが材料国産化テストに出たといっても、すぐに日本企業の水準についていくのは難しいと話した。合わせて、今回の事態を契機に、材料分野はもちろん、